アフガンにクワイエットと呼ばれるスナイパーが出没している。ソ連軍要人の被害も後を絶たないようだ。被害は決まって同じ場所だが、山狩りをしても何の痕跡も出ず、見張りをつけても全く動きがない。にもかかわらずまたその場所で死者が出る。そんなことができるやつ、あんた思い当たるか？ミラーは言っていた。やつはサイファーの殺し屋だ。永遠に沈黙させろ。だが俺は殺すのには反対だ。生きたまま捕まえてこいつの沈黙を破らせたい。たとえ口を開かないとしても語ってくれることはたくさんあるはずだ。大丈夫か、ボス。まさか例のスナイパークワイエットか。静かなる狙撃手クワイエット、どこにいる？ボス、ボス、ボス！大丈夫か、ボス。まさか例のスナイパークワイエットか。静かなる狙撃手クワイエット、どこにいる？
ナイパーが姿を消した。マークを外されてはどこに潜んでいるか分からん。警戒を怠るな。視界の外に回り込め。見つからないように相手の裏側、側面から攻撃するんだ。あれほどのスナイパーがレーザーサイトだと。次は殺すとでも言いたいのか。私のいい高所は狙撃に向いている。だが敵からも目立つ。逃げ場もない。古い遺跡だな。今にも崩れそうだ。
スナイパーが姿を消した。マークを外されてはどこに潜んでいるか分からん。警戒を怠るな。ボス、とどめを刺せ。